はい、どうも、ともたかです。本日はですね、モナリザ症候群っていうものについてお話していこうと思います。実はですね、このモナリザ症候群っていうのにかかっていると、運動しても、食事を減らしても、何をしても痩せないっていう状態に陥ってしまうんですよ。で、このモナリザ症候群っていうのは実は、肥満の人、70% が、70% ですよ、もう、半分以上、7割の人がかかってるものになってまして、これを正すだけで痩せるって人も実はたくさんいるんじゃないかって言われてるんですよ。なのでもしこの動画を見て当てはまってる方は改善策とかもお話しするのでぜひ見ていただければと思います。でモナリザ症候群っていうのがどういったものなのかっていうお話なんですけども、簡単に言ってしまうと自律神経が乱れることによって交感神経っていうのが優位に立たなくなるんですね。この交感神経っていうのが優位に立たないとアドレナリンで出にくくなるんですよ。アドレナリンっていうのは結構脳内麻薬じゃないですけども、活動するためのホルモンみたいな言われてるんです。これがあると活動的になったりとか、あと脂肪をエネルギーに変えて動きやすく、活動的になるので動くようになってくれるんですね。逆にこれが機能しないってことはやる気も出なくなってしまうし、その脂肪を燃やすためのホルモンっていうのが出ないって形になるんですよ。だからやる気がない状態で辛いまま運動に行って運動するけど、実はその脂肪を燃焼する要素が出ていないってことなんですね。それだけじゃないんですよ。実はモナリザ症候群っていうのがかかってしまうと、その副交感神経っていうのが優位に立ってる時間が長いっていうことになって、この副交感神経っていうのが優位になっていると体を休めようとするんですね。だからよく言われるのが、夜寝てる間副交感神経が優位になっていて、で起きて活動してる間交感神経が優位になる。実はこの副交感神経っていうのが優位に立っていると、体に脂肪とかを蓄積するホルモンが出やすくなってまして、そうなると副交感神経優位の間って何をしても痩せにくい状態なんですね。つまり効率が悪いダイエットをしてるってことになってしまうので、自律神経っていうのを整える必要が出てくるんですね。で実際僕も飲食店で働いていた時、居酒屋さんとか、あとバーテンダーとかもしていたんですよ。こうシャカシャカシャカってやってたんですけど、その時ってやっぱりバーテンダー時代とかって昼間出勤の深夜まで仕事みたいな形だったんです。バーテンダーになったのに太っていってしまって、でバーテンダー、太ってるバーテンダーって嫌だなと思ったから、実はジムにも通ったんですよ。24時間やってるジムがあるんですけども、そこにバーが終わって、バーで仕事が終わります、片付けが終わります、ジムに通って、で朝5時とか6時に帰るみたいな、そんな生活をしてたんですね。で食事っていうのはお昼に起きて昼間に1回だけ食べて、あとは夜バーの仕事をして、で ジムに行って寝るみたいな生活だから、普通に考えれば1日1食で運動もしてるんで痩せると思うじゃないですか。それでも痩せないんですよ。それは自律神経も乱れているし、あとは別の動画でもお話してるんですけども、栄養バランスっていうのが非常に悪かったって形になるんですね。自律神経っていうのが乱れてしまっていると、運動とか食事を減らしていたりとかしてるのに痩せない。だからすごい辛いダイエットになってしまうということなので、自律神経整うような生活を心がけていただければと思うんです。はい、本日はこのモナリザ症候群、モナリザの呪いみたいなものなんですけども、絵画のモナリザじゃないんですけどね、これ。で、もしそのモナリザ症候群のモナリザが何か知ってるっていう方は、ここクイズなんで、コメント欄にコメントして、どういった意味なのかっていうのを、コメントしてみてください。はい、本日の内容は以上となります。いいなと思ったら高評価ボタンを押していただいて、あとは、こういったダイエットに関しての発信をしているので、チャンネル登録していただければと思います。はい、本日の内容は以上になります。ダイエット頑張ってください。じゃあね。